北山ちょめどとじみさん、今回ちょっと見慣れない場所に来てるんですけども、早速ですねゲストの方をお呼びしたいと思います。早速、まあ、見てる方はねサムネで分かってると思いますが、はい、今回のゲストはこの方です。ペンモンハロー YouTube、 どうもヒカキンでーす。ヒカキンさんでございます。実はヒカキン TV に出てもらったことあるんですけど、僕東海オンエアのチャンネル出るの初です。そうなんですね、初コラボなんでございます。初コラボなんですよ。ということで今回はですねシンプルでございます。てつや時計を買う。時計を買います。買うか。でもねまだ行ってないけど、ここ銀座のど真ん中、こちらのね時計店に今から入るんですけども、撮影許可もいただいて一本何か必ず買うから済ませてくださいということを言いまして、時計といえば巨人さんってイメージが僕らはあるので今回はそのねアドバイスをいただこうかなと思ったんですけども、はい、アドバイスと言われましても気に入ったものがやっぱ買いたいんで、こっちの方が機能がいいよって言われても、うん、いや僕見た目こっちの方が好きなんでってやっぱなっちゃうと思うので、はい、え、なんで呼ばれたんですか。今回実はアドバイスではなく、ヒカキンさんには僕が何を買うのかを当ててもらうというクイズをしたいと思います。何それこれから僕が何本かこう見て、まあ6本ぐらいですかね、6本の中から僕が何を買うかっていうのを予想していただいて、まあ見事当てたらそれはまあ時計に関する知識だったりいろいろとね、うまい、やるなって感じ。どの立場だ。当てても何もないんだよ。ただですよ、時計好きということでぜひ当ててもらいたいクイズなので、外してしまった場合ヒカキンさんにはバスゲームこのお店で何か買ってもらいます。なんかってお前時計しかねえよ。やばこいつ、はけんだよ。干されるよお前。初コラボでこういうこといきなり言い出す人になっちゃいました。怒られるって。てか俺金持ってきてないんだけど。そんなに。ちなみにカード持ってますね。カードは持ってるけど、ちょっと上限はいくらだろう。まあでも当てればいいってことですね。まあそういうことですよ。なんとなく奇抜なやつ選びそうだから多分当てられると思うんだよ。いやどうすかね、時計となると分かんないけどそれは。今回一応僕ねちゃんとあの現金も出てますね。うわぁ危ねぇ、危ない、やばいやばい。予算は予算は内緒です。内緒。まあ皆さんもどんな時計があるかすごい気になると思うので、早速見に行きましょう。行きましょう。開けてくれた。いや高級時計店ですよこれは。ちょっと待って、なんかね思ってたのと違うよ。え、最初にこういう1本目にあるやつが、はい、これもう1600円。買えるやつあるの、おかしい。ダイヤビッチビチ。これ周りダイヤですよね、きっと。ダイヤだねこれ。多分ですよ、多分ですけど、こう入ってきてうわびっくりした、高って思った後に他の見て、あまだこっちなら買えると思って買わせるためのやつ。なのでこいつは多分そういう驚かせるようです。俺でんじゃない運命感じ。いや早い早い早い、感じてない全然。どういう時計好きかとかも何も聞いてないから、一旦じゃあ気になるやつから見てっていいですか。いいよ。あ、これはお目が高いね。これですか、お目が高い。これあれですよね、三大時計。そうですね、あのバシロンコンスタンタという水産コンスタンタ。バシロンコンスタンタ聞いたことございます。聞いたことある。通常でもう今最古の歴史がすごいですか。もう260年以上。260っていうと江戸、江戸から時計って言ってます。そうか。じゃあ技術もすごい。コーンスターチパンパン違う。バチェラーに過ぎた。これめっちゃ気になるんですよ。まあ中がもうこの剥き出しのやつね。目がすげえな。目か、目か。これ見せてもらっていいですか。はい、うわ800万ってなんだ、めちゃめちゃ攻めてる。お前今全然狙いなかった俺。攻めてる。うわすげえ。うわやばいな。細かく手震えてるね。ちょっと震えてるっていうか、もう奥が透けてて指が見えんだよね。あ、ほんと向こう側が、向こう側が見えんだよ。もう見えんだよ。でもちょっとヒント1、革ベルトが好きかもしれない。おや、おお、一発目で革ベルト選んだ。まあ一回ちょっと値段まま考えてかっこいいなっていうことで。あー、かっこいい。うわなんかさ、つける人がさ、こうだとさ、本当にめっちゃ高いのって疑っちゃうんだよ。何の反論もできないんだよ。まあまあまあ、1個目って。そうだね、これから選んで。似たようなもので、より高いものもございますし。だっけ。2700万。ちょっと待ってよ、そんなだけ。全部さ、税抜きで見てるんだよ。税込み2900万。あ、ほんと。税金200万で、他の買えるさってやるのよ。さっきあそこで1600とかが、絶対これ一番高いですよって言ったじゃないですか。左に2900来ちゃったから、さらっと置いてある。一回この店のマックス見てみる。もうマックス見てる。一回ぶち上げちゃう。一回ちょっともうマックス見ちゃおうかな。うわー怖え。おぉえ、いくらか今あるマックス。うえいくらと予想する。いくらと予想する。ヒカキンさん的な予想はどうですか。マックスは4000万とか
下ですよ、本当に。本当に家になっちゃいますよ、4000万円。察したよ、今。察した。違う輝きを放つ時計がある。これか。お、そして、鋭い。当たってる、大体。え、やばい。こんなの。え、あ、ちょ、当たってる。神さん。1が1個。すごい、やべえ。でも、手が切れた。ちょうどヒカキンさんが言ったやつの一番先頭に1がついた。1がついてる。中古茶ってことは10万、100万、1000万、1億4000万。1億4000万だ。バー、嘘ついて買ったことにしてインスタとかに出てる。トイレかけれなくないもんね。なんか吐きそうだし、鼻息しちゃいけない。これはやばい。やばい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 。証拠を残した。なんか見せながらブンブンやってほしい。ハロー YouTube めっちゃいやらしいやつ。やっばー。じゃあ満足したんで僕はこの辺で。これちょっとすいません、送金しまっていただいていいですか。そうだね、ちょっと芝居のウクロ好きなんで。あ、僕ウクロですだよね。こんなんだったもんね。あー、すごいビッグバッティーやつ。そうですね、これは。あー、詳しい。詳しいな。結構タレントさんとかで多いよね、ビッグバッティー。へー、おー、さっき前つけてたやつですね。似てる。ちょっとピンクゴールドがね、奇抜な感じがあってるかもしれない。ピンクゴールド好きなんですけど。ピンクゴールド好きなんですよ。超覚えてます。あー、すごい。あ、何かしっくりきてる。しっくりきてるぞ。いいな。値段も、値段もね、あ、行くかもしれないなって感じなんだよ。400、456万。いや、なんか安く見えるのが怖い。確かに、一回1億挟んでるから、全部みんな安く見える。いくらのやつが低予算で買えるのかってやっぱ知っておくべきかもしれないので。あ、そっか、一番リーズナブル。あー、リーズナブルを知っておく必要があるかも。そうだね、外した時のヒカキンさん用かもしれないです。そうだね。一回じゃあここでお求めやすいものを、はい、見せてもらっておきます。まあ、なんか歴史感じるな。ここは非常にですね、もうスイスの数何年っていう歴史のある老舗のブランド。歴史がすごいな。この中でもこのレベルソというこの形型の模型が、え、落ち着いた。え、なんかかっけえ。すごいスライドしてる。反転するケースが特徴的でして。反転する、反転ケース。おお、何それ。え、どういう意味。反転させると表のこうガラスを守るためにという依頼で、まあ、こういう反転をして、昔はここにあの紋章を取ったりとか、そういった形で行われていたんです。これが一応ですね、こちらシンプルなので、まあ、70万。安いですね。安いね、軽自動車買えんだから。すでに麻痺してきてる。危ない。これ買っても俺は人生で一番高い時計だからね。そうじゃん。一応もう言っとる、これまあまあ。なんで俊光に聞くんだよ、自分の時計だろ。まあまあまあとか言っちゃったけど。ああ、これいいな。新しい、意外といい。確かにこういうの、こういう機械じゃないと多分買えないやつなんで。あ、楽しい、これ価値が意外とこう、またいや、いい。うわ、バラエティ飛んできたぞ。俺は気づいてしまった。安い時計が別に安くないということ。あれを買って、安いのかよって怒られる筋合いはないということ。全くない。あ、これ俺すげえ好きなんだよ。これない、オーデマピゲさん。うわ、この黒金やばいでしょ。5100。読めてないんだよ。桁が分かんないんだよ。みんなも数字を声になっちゃって。あとはちょっと変わったモデルが、変わったモデルがして、変わったモデル、ユリスナルダという。うわ、ユリスナルダ。こちらですね。ここももう本当にスイスの老舗ブランド、もう170年以上歴史のあるブランドなんですけど、今年の新作で、あー、かっこいいや。時を操ってきそうな感じして。そうですよ。しかもこれは時計の本体そのものがほとんどサファイアクリスタルでできてますので、ケースの横側から中の機械を見ることができます。あ、ほんと。うわー、すげえ。これ絶対普通の時計じゃ見えない、横からずっと紙が見える。これめっちゃいい。おー、うわうわ、すげえ。これはただ 1200万円。1200万円。これが120であれよ。いつもやんちゃにやってるから、これつけたら心配すんな。なんかガラスらしい。これ割れない、割れないですか。これ割れないです。もうサファイアクリスタルで、割れない。普通のガラスではない。あ、即答なくて。なんかこう、これ候補多いからね。3本とかならいいんだけど。じゃあ一応あそこに一番高いやつを候補で入れておきますか。いや、あ、サービスじゃん、それ。あとはじゃあ金属のブレスレット。はい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 、確かに。おー、金。
かっこいい、めちゃくちゃかっこいい、これ好きなやつなんだよねパティックフィリップのかっこいい、めちゃくちゃ有名というかもう世界一ぐらいの感じですよ。パティックフィリップってもうほぼ世界一クラスに認められてる時計ですよね。僕こういうのは本当につけたことなくて初めてなんです。うわでもかっこいい、うわいいな、かっこいい、めちゃくちゃいいめちゃくちゃいいぞお前これ、いやらしさそんなないね、程よい大きさでさ、うん、すごくまとまってる、750かっこいいね、なんかいい時計買ってやったぜって言いやすい、わかりやすい、あっ、あっって言われて、あっ、えって言いやすいよね、何がこれ、あ、高いよふざ、お前700くらいだよ、嫌いだ、そいつ嫌いいや、これは完全に候補の一つね、来た、うぅいや、これいいな、この6本で言います、うぅこんなギャンブルみたいなことしたことないんですよね。これ外した瞬間にさ、最低で70何万払ってことだよね。1、2、3、4、5、6で。まずまあこれありえないでしょ。わかんない。で多分なんだっていつも東海オンエアオレンジで真ん中に立ってますから、これもないと思います。ってなるとあと4本になってくる。でまあメンタリストヒカキン的に言うと最初じゃない気がするんだよね。だからこの辺っぽい金の方が好きそうな。なるほど。そう。は今時計をつけてます。うわ怖え。あの六本のうちの何かがここに今います。なるほどね。買ったの、買ってはない。まだ買ってないけどこれは僕を、これは僕を。もう分からなくなってる。時計に飲まれる。怖くなってきてる。時計に飲まれる。ああどうしよう。では当てていいですか。ああ怖っ。よし当てます。大丈夫です。多分もう根拠があるんで。哲也くんが選んだ時計は。4番のウブロ、間違いなくそれです。というのも芝生がいつもウブロしてていいねって言ってたし、ピンクゴールド似合ってて、あとさらーってなんかね、もうなんか好きっぽく寄ってったんだよコーナーそう、あとのは本当に紹介されてたっぽいのお店の方に、あと値段も450万ってなんかなかなかいいとこ行ってるかなと思ったんでしました。正解発表してよろしいですか。いいですよ。あ、これ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 、僕が購入する時計はでん、うわー正解はでんでーす。鳥肌が、鳥肌立っている。あーちょっとどうしよう、もうこれね、マジかよ、リアクションが取れないです、ちょっともう、やばいやばい、一瞬で固かった。確かにウブロのあれもいいんですけど、唯一ヒカキンさんのその読みのミスは、僕が芝生と同じやつをあえて買わない。あーそうなのか、かぶり気にする、かぶり気にしますよ。そうなんだ、何でしたっけ、ユリスナルダ、名前もやってない。いや、200万って呼んでるからね。パティックフィリップの最後のやつと迷ってたんだけど、あーはいはいはい、哲也は意外と金持ちだった東海オンエアの勢いを間違えて見積もってしまったね、僕いや、おもろいに買うからな、外してしまったので、このお店で何か1点購入していただきます。うわーすげー、でもね、思い出と思って買おう。うわ動画で時計買うことになると思わなかったなって店に何あるか知らないで来てるからね。確かに今日の出会いというか、ちょっとマジでじっくり選んでいいですか。じゃあ僕その間にちょっとお会計しますので。ああそうですね、はい、まだ僕のものじゃないので。 OK です。これ現金で買う人はあんまりないんじゃない。さっき10個欲しいからな、勝てましょう。哲也も変わっちまったな。哲也変わっちまったな。やばいやばい。一応今回1500万円下ろしてきたんで最初から4桁狙ってるわ、確実にお願いします。改めさせていただきます。こんにちは。うわー、うわー、あー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 ダメだこりゃ。ついに、あ、はや、はや、では、1200万円、よくちゃん、おじいさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、ぜひお祝いのシャンパンを。はい。そんな、いいんですか。去年ね、頑張ったもんね。いや、なんかこれ買ったんだなって実感がちょっと湧いてきますね。はい、ということで、時計を購入した記念ということで、僕は買わされる記念なら東海オンエアに乾杯。乾
おめでとうですよ。あー嬉しいなこれ。かーとか言ってもこれが時計の味が。これは一生忘れないんじゃない。このメンツでさ、このバーで飲んだよね。あーそれ若い時飲んだよね。こいつを超える存在になりたいですね。あれだね、今まだこいつに負けてますので、落ちぶれてってこれ売らないようにダメだ、売らなきゃな。ごちそうさまです。選びます。ちょっとあんま酔った勢いで素早く手出さないでしょ。もうちょっと飲ましたほうがいいかもしれない。いや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 あーどうしよう、ダメ。今3つ選んだんですけど、はい、この3つの中からもう確定ですか。ちょっと迷うんだけど。超酔っ払ってきてんだよ。一番安くてこの99万。そうなんだよね。で真ん中がちょっとレディースありの、はい、あのちょっとだけ分かるのケースの大きさが違うのよ。あ両サイドとちょっとちっちゃいでしょ、はい、やっぱメンズだったら大きい方がいいんだよね。僕今持ってる時全部あの銀色なんだよね。なるほど、なるほど。急にかっこいい。おこれいいっすね。ロイヤルオーク初めて腕につけました。あなるほど、エレガントですね。ダイヤでもね、文字盤が小さいんだよね。あーうーんキーとなんかね、店入って見た中でこれだけ抜けてんだよね。それこそ値段も抜けてるんですよ、うん、文字盤にこれがね、これにしまーす。え、いや、え、お願いします。税込み、はい、1890万。自分の最後に買ったやつより下げたくないんだよ。うわぁ俺の一言だったら。いや、もう後悔しないから大丈夫。哲也さんだって時計いくらだっけ。あ、俺1200万だよ。ここに安く出るわ。その日に超えられた。あれは何売ってるか分かんないで来てこれ買うとは思わなかった。いや、でももう後悔しない。一緒に思い出を作らせてられてもいい。かっこいいロイヤルウォークトゥールビヨンってやつですね、これ。いや、インスタとかでね、大好きでずっと見てたわけ。あーまあてか、初めて見た実物を。あんま売ってない。大丈夫かな、この動画。ちょっと心配になってきたでしょ。次よ。まあでも頑張って稼いだお金には間違いない。そうだね、思い出もすごいしね。かっけー。うわーしゃー。カギンさん、また乾杯です。大丈夫ですか。買いましたんで今年も頑張りましょう。頑張りましょう。お会計ですね。いやー、来た。おーだって元気持ってんないもん。これ本当に YouTube ドリーム。これやばい、これやばい動画だよ、これ。はい、うわーということで、はい、僕とカギンさん合わせてなんと3000万円。家建ちますから。でもね、もうこれ多分一生忘れないからね。やっぱ一人で普通に買いに行くのとこうやって一緒に買うの違うから。当てれなかったということでね、今回僕と金さん2人が購入したということで、はい、お待たせいたしました。あ、はい、ありがとうございます。あ、すいません。あ、ごめんなさい。いや、すいません。いや、それ遊びはいいんだよ。別試着。あ、いや、試着なさい、そういうこと。試着じゃないです。よくないやつ。いやいや、え、買ったの。あ、ちょっと買いました。いや、これ買っちゃったんです。買っちゃった。買っちゃった。これいくらですか。これ954万7000円。4000万じゃん。今日4000万余裕した。最初に言ってよ。確かに気持ちあるなら言ってよ。2019年、はい、頑張っていきましょう。頑張るぞ。